今回はコペンで夜のドライブに行く。
夜だったら車もう全然混んでないので10分ぐらいですかね、10分ぐらい南に行ったところが僕の自宅です。まあ、結構時間帯によってはめちゃくちゃ混むので、この夜だったら10分のところが30分40分、例えば土曜日のお昼とか休日日祝日のお昼とか、平日の帰宅ラッシュの時間帯とかはこの10分の距離が3、40分かかったりとかする場合もあります。で今、自宅にアメリカンビレッジを終えて今自宅に戻ってる最中なんですけど、ちょっと、小ぐらい寂しい道になります。家からちょっとコンビニに寄ったりスーパーに寄ったりして目的地に行くときとか、結構その開け閉めするのがかなり面倒くさいので、例えば雨が降りそうだったらまあいちいち閉めるんですけど、天気が良かった場合、今はちょっと星空出てもう雨、雲がないので雨は降ってこないので、こういう雨が降ってこないだろうなっていうときはもうこのままオープンのままお店に入ります。でそれが防犯上どうなのかっていう話なんですけど、前になんかこの話をした時に、確かコメントをくれた方がいて、で、その方は確か主婦の方だったんですけど、スーパーとかでオープンでそのままオープンで行きますと、ただこの窓を開けた状態で鍵を閉める、オープンで窓を開けた状態で鍵を閉める、そうすると中全然もう入れないので、鍵かかってるので結構上からじゃないと入れないので、まあかなり昼間だったら怪しい行為になるので、まあ防犯になる、本当にこの窓がないと手を伸ばせば車内にあるものが取れちゃうんですけど、窓を開けてるだけでかなり、防犯にはなると思うので、僕もそれを真似して、窓を開けた状態で鍵をかけて、オープンで、お店に買い物にコンビニとか行ったりします。まあ、特に、ここ沖縄県なので車の盗難ってほとんど多分ないと思います。よく SNS とかで大阪がすごく多いんですけど、結構高級車とかが、駐車場から盗まれましたとか、自宅から盗まれましたとか拡散してくださいっていう動画よく回ってくるんですけど、なんか内地の場合は、盗んでそのままもうなんかその日のうちに船に乗ってるみたいな、で海外に行ってるみたいな話を聞くんですけど、沖縄県の場合は多分それができないので、この離島なので多分それができなくって、なので、
車の盗難っていうのはほとんど聞いたことがありません。まあそれもあって、まあ、僕は、うん、お店とかに寄るときはオープンで行ったりしています。ただ、沖縄県は、ヤンキーが多いので、まあ、不良少年ですね、不良少年が多いので原付とかはよく盗まれます。ただこう盗んで自分のものにしたりとかっていうよりは、ただここからここまで、乗り捨てで使うみたいな、まあ、そういうのはありますね。というのはすごく多いみたいです。ちなみに僕は、一軒家に住んでるんですけど、家の敷地内ですね、家の敷地内に原付を鍵をつけっぱなしでそのまんま置いてるタイプ。それで6、7年ぐらい鍵つけっぱなしで置いてるんですけど、まあ一回中学生が盗んで行こうとしてたみたいです。それをちょっと向かいのお家の人が見つけて阻止してくれたみたいなんですけど、まあその向かいの人が阻止してくれたので、そっからはもう自分の家の敷地内でも、鍵をつけっぱなしで置くっていうことはしないんですけど、まあそういう感じで原付は盗まれるんですけど、盗まれやすいんですけど、車の盗難はあんまりないような場所だと思います。こうしているうちにもお家がすぐそこになってます。まあちょっと10分15分ぐらいのドライブなんですけど、すごくオープンカーは気持ちがいいですね。